ラクスジェン U6 ターボは台湾の自動車メーカー、広高義社がラクスジェンブランドで発売する中型クロスオーバー SUV である。2013年11月11日、ラクスジェンブランドの第4弾として発表。同ブランドとしては U7 ターボに続く第2弾の SUV である。生産は台湾のほか、追って中国の東風広高でも生産され、 中国での社名は、ラクスジェンダーことなる予定だったが、市販時には、6SUV へと社名が変更された。2014年秋には、スポーツ仕様である、スポーツが追加された。2015年4月8日、マイナーチェンジを機に、社名を、U6 ターボエコハイパーへ、U6 ターボスポーツも、U6 ターボエコハイパースポーツへと変更された。 エンジンは1.8リットルと2.0リットルの2本立てに変わりはないが、共にロングストローク化による出力と燃費向上の両立を実現させている。また、サスペンションのセッティングを大幅に見直すことで、ミサオヤ性と乗り心地の向上を図っている。なお、今回のマイナーチェンジモデルは、開発に水野和都氏が参画した初のモデルとなる。 2017年11月、2度目のマイナーチェンジで U6GT に改名。今回の改良にあたり、水野の同盟ともいえる鈴木敏夫や田中哲也をテストドライバーとして採用し、大分県のオートポリスを足回り開発並びに走行テストの拠点とした。また、エンジンの開発には、透明エンジンが参画するなど大幅な体制変更がなされた。 スポーツモデルとして、ビルシュタイン製のダンパーやレーズ製ホイールを装着し、最高出力を引き上げた U6GT220 を追加している。ベースとなったゴスセダン同様、米国、アルティア社と共同開発したプラットフォームを採用し、1.8もしくは2.0リッターエンジンに、可変バルブ機構とハネウェル製、ギャレットタービン内蔵のターボチャージャーを組み合わせ、 ミッションは2.0リットルには、アイシンオータムウィンター製6速 AT、1.8リットルには、5MT もしくは 5AT を搭載する。SUV ではあるが、4WD の設定はなく、全車 FF のみの設定である。安全面では、デュアルサイドカーテンエアバッグや、イースシーなどを標準装備している。装備面では、アクティブイーグルビュー、サイドビュー、ナイトビジョン。 レーンキープシステム、ローズを備えた、マルチメディアシステム、シンクタッチを備え、1キーと呼ばれる、スマートキーシステムや電子式、パーキングブレーキ、本比較シートなども用意。ありがとうございます。